パウル・デッサウは、ドイツの作曲家、指揮者。ハンブルク出身。音楽一家に生まれ、祖父のモーゼス・ベレント・デッサウは合唱指揮者で、おじのベルンハルト・デッサウは、ベルリン国立歌劇場のバイオリニストであった。またいとこのマックス・ヴィンターフェルトは、ジーン・ギルバートのペンネームで、オペレッタ作曲家となった。1909年、ベルリンのクリント・ボルト・シャルベンカ音楽院に入学し、 バイオリンを専攻した。1912年に、ハンブルクシカ劇場のコレペティトールとなり、そこで指揮を、フェリックス・ワインガルトナーとアルトゥル・ニキッシュに学び、マックス・ユリウス・レーベンガルトの作曲クラスに在籍した。1914年に、ブレーメンのチボリ劇場の第二カペルマイスターとなり、1915年に、兵役に取られるまで務めた。第一次世界大戦後は、 ハンブルクのカマーシュピレ劇場の指揮者となり、さらに1919 19年から1923年までのアイダケルンのオペラハウスで、オットークレンペラーの下で、コレペティトールとカペルマイスターを務めた。1923年からマインツのカペルマイスターとなり、1925年からはベルリン私立歌劇場で、ブルーノ・ワルターの下でカペルマイスターを務めた。 1933年にフランスに移住し、ついで1939年にアメリカ合衆国に移住した。アメリカでは最初はニューヨークに居住していたが、後にハリウッドに移った。1948年に帰国して東ベルリンに居住した。1952年より国立演劇学校で教職につき、1959年から教授となった。 また1952年にベルリン芸術アカデミーの会員となり、1957年から1962年まで副議長を務めた。教え子にルカ・ロンバルディなどがいる。作品にはオペラ、付随音楽、バレエ、交響曲、還元楽曲、気楽曲、歌曲などがある。1920年代より映画音楽も手掛け。 初期のウォルト・ディズニーの映画の音楽も担当した。パリに亡命している合場、マックス・ブロートの死によってオラトリオ、ハッガーダー・シェル・ペッサハを作曲した。1950年代には、オペラ制作と並行して、ベルトルト・ブレヒトに協力して、劇場音楽の作曲に尽力した。また、ドイツ民主共和国のプロパガンダのために、実用音楽を多く作曲したが、一方で、 ビトルト、ルトスワフスキー、アルフレート・シュニトケ、ボリス・ブラッハー、ハンス・ベルナー・ヘンツェ、ルイ・ジノノのような前衛音楽の紹介に努めた。また、デッサウは、ヨハン・セバスティアン・バッハを尊敬しており、東ドイツ最高の作曲家であると語っていた。ブロムシュテット、42ページ。ありがとうございます。